ということで、まずはウームのスタジオに来てるんですが、はい、綺麗に7人で横並びということで、はいはい、横並びになったらやることはただ一つ、はい、質問一致するまでは終わらない。これはもう、ね、まあそうだね、日本で決まってる。あ、日本で確定だよ。義務教育ですけど、今まではさ、俺らさ過去に5文字6文字とかやってきたね、7文字はいない。確かにでしょ。で、俺もう絶対7文字なんていないわって YouTube で調べたんだよ、うん、カンボジアの YouTuber が家族で100人で成功しました。それガチ？ガチ。それ1個しかないんじゃない？ガチガチ。単語ね。確かに。だからもう簡単なんで逆に。俺はもう分かんないよ、もう見ただけだから。あ、確かに。それが何を言ってるか、何を表してたら確かに。けどなんか喜んでたから多分これじゃねえ、これじゃねえ、なんか一致したんだろうなということで、まあ、今回、まあ、僕ら例えばですね、好きなサッカー選手はっていうお題があったとしたら、もう7文字のサッカー選手の答え、まあ日本人で言ったら本田圭佑選手とか、うん、本田圭佑って平仮名、例えばリオネルメッシとか見ます。リオネルメッシとか、まあでもそういう感じだから分かれるんだよ。もしかしたら終われない可能性ありますけど、僕ら中学校の幼なじみ野球部で一緒だった僕たち7人だったらもう一発です、終わりにできる。いや、こっちで普通に一発じゃん。一発でできたら100万円ゲットです。どこから出るの？いや、経費だ。みんなに1人100万うわーっ。さあ、オッケー、え、ガチです。え、で、6人だけ会ってて1人だけ間違ってた場合は、その1人がみんなに100万です。そいつ、明日からいねえよ。でも、まだ金払ってもらったから、ね、そこはちょっとね。まあ、という感じで、はい、まあ、ルールはオッケーですか。はい、はい、これね、前のふざけるゴーキとかマジムカつく。いやいやいや、一番ひどいのこいつ。何？ポケモンなんかやるときにたけしを描いてる。人物で。たけしの顔でしかも。で、なんか女優さんといえばあったらユリアンレトリィ。誰が一番ふざけてるんだよ。ちょっとガチで切れてたから。何してるんと思って。まあ、というかでも早速やっていきましょう。はい、オッケー、いきますよ。それでにレッツゴー。ちょっと待てよ、お前らちょっとさ、みんなに気合い入れてさ、やろうって言ってるのにさ、それならみんなレッツゴーもあんま声出してんし、ナオに関してはペンも出んから。それでにレッツゴー。あ、じゃあこうよ、ちゃんと違うタイミングで下げる、ちゃんと。それではみんなね、レッツゴー、はい、ちゃんと言ってください。めっちゃ気合い入れるよ。オーケー、いきますよ。それではみんなで、ね、レッツゴー。はい、という感じで今回ルールとしては、まあ漢字とかもいいし、最悪7文字って言って6文字の場合もありますから、その場合よしくは空白をうまく使ってください。はい、だからみんなが6文字のものを浮かんじゃったら、それをよしくんはちゃんと共有してみんな6文字で出してもいいから。でも空白も1文字ですからね。 OK、はい、じゃあヒューくんから最初お願いします。お題なんかありますか。はい、じゃあ YouTuber といえば、YouTuber と言えば、はい、7文字ね。長そうな人たち言うよ。結構いるね。はい、はい、早っ。え、100万だよ。え、100万だし、一人がミスったら逆にそいつからだから緊張感やろ。逆にそっちがいいな。そうだな。ここ揃わなかったら俺もう帰るよ。いや、ダメだよ。ダメだよ。え、だから連絡する。家でだから一人だけ電話でちょうちょうとか言って。俺これでいい。お前がいないんだ。オッケー。はい、はい、それでいくよ。はい、せーの。ふめくんむこ何もなし。うわ、ということでチーム名は YouTuber ふめくん無償。100万円。ふざけんな、マジ。賞はマジ何？こ、何こって。ちょんまげこぞ。うわあ、なるほどね。だと思った。7文字だ。これは違うわ。無理。マックス村井さん。ああ、そうなんだ。俺もね。あ、ほんと？お前も？じゃあここも見える。え、すげえ。え、ヒュー。俺、フィッシャーズ。ああ、フィッシャーズ何考えた？ショート。コメンボプラスさん。あー、よしくんはヒカキン TV さん。ええぇ、ヒコキン TV。 いや、で、サマ、サマ、俺サマ、サマ、サマだったわ。まあ、どういうこと、失敗。はい、まあ、これは比喩100万かな、みんなに。なんで失敗。ミスチャーズさん出てくる。最初に間違えてるのがでかいですね、ちょっと。はい、じゃあ次行きましょう。翔太くん、お題なんかありますか。食べ物。おー、食べ物ね。いっぱいあるぞ。あ、50万欲しいな。50万欲しくないっすに。え、これしかもガチだから。
これリアルだからね。リアルでさ、もういいやボケとか。ボケやったやついたらさらしくね、普通に死ぬんだ。死ぬこと確定してるんだ。ちゃんとガチここは答えよ。え、ちなみにこれコメントとかであれですからね、何色ふざけすぎとか全然言われますから、ちゃんと回答しないとダメですから。多分翔太だよ、それコメントしてるの。さあ、行くんぜ。行きます。はい。あ、ちっちゃいぜ。ろ、伸ばし棒。し、ね、伸ばし棒。あろちめないやね。なに、ショートから。俺、アイスクリーム。あー、だったらデザート言えばだろ。レモンじゃないな。なお、カップラーメン。同じくカップラーメン。こいつら、ほんとだから太ってんだよ、二人とも。俺は太ってねえだろ。ほんとにな。デブが。え、待って、一緒にしてる。俺、ペペロンチーノ。俺もペペロンチーノ。なよ、スパゲッティ。スパゲッティか。俺、麻婆豆腐。どうだね、結構あるね。はい、というと失敗ですね。やばい。続いて、なおくん、なんかお題ありますか。楽器といえば、おお、楽器。全然間違いないよ。楽器ね。オッケー。え、でもあれとかもそうだよな。え、うわ、来た。ナイス、なお。お前の選択、これ無駄にしないわ。うわ、こいつなんかそこまで書いてくれるのかなっていうのが。俺はある。ちょっと信じようかな。7になるよね。7になる。ああ、オッケー。それでいく？7になるやつでいく？7になるやつ。7にしよう。これガッツ来たね。うん、来た。これガッツ来た。多分ここら辺は多分一緒。はい。おー、じゃあ行きましょう。はい。せーの、か。伸ばし棒。ん。ど。び。あ。す。うわあ、ここはそうだね。グランドピアノ。そう、グランドピアノだよ。いやー、仲いいんですよね。いや、なお。カスタネット。あー。俺ビートボックス。ビートボックスもない。でもないよ。俺普通にビートボックス。いや、ベートーベン。ベートーベン。あ、ベートーベン。ベートーベン。あの人、人、もう人だもん。楽器人の神様って言ってて一緒だよ。まだビートボックスの楽器だ。それはうざー。オッケー、みんな行くわ。はい、集中してください。はい、はい、はい、もう簡単です。俳優といえば、一人しかいない。もうあの人や。俺は一人しかありません。これは俺2個出てきちゃった。やばい。そうだよ、ちゃんと頑張って。結構いるよね、でもね。ゆくいるいるいる。いや、これ結構さ、翔太どう思う？これできなかったらちょっと友達辞めるレベルだよね、これは。いや、俺はそこまでいかない。3分でビートボックスが。ベートーベンに言われたくないわ。さあ、行きましょう。いきます。せーの、やむらわけんき。誰？山田健二さん。山田健二さんだ。うわ、そうだよね。いや、そうだよ。吉田亮さん。吉田亮さん。あ、俺はトム・クルーズ。危ねえ。危ねえ。リュウシンだ。俺はトム・クルーズ。キモい。でかいかん。そんな。でかいカタカナの。日本で見てないよ、俺。なおは？山田孝之さん。おー。全然いいです。全然いいです。で、僕ラッキー。アキラ 100% さん。よかった、これでいてくれて。お盆の大丈夫大丈夫。ベートーベンとどっちが強いんだったらしい。いや、ベートーベンの方がまだ簡易かね。みんなさん、感覚ありやすい。感覚ありやすい。アキラ 100% は俳優でもないし、だって裸だし。そうです、芸人でもないし。芸人だよ。芸人まで否定すんじゃん。おお、オッケー。お前ら待ってるんだ。いや、合気 100% のせいで。俺やってるんだよ。まあ、いきましょう。はい、もういい、もういいよ。もういいね、そろそろ。もういきます。はい、歌手といえば、うえ、アキラ 100% さんなし。なし。いや、マジかよ。歌ってる。次、聞きだった、2期。歌手7文字。7文字。オッケーです。オッケー。はい、オッケー。タイにこれ来たー。え、超有名どこ行けばいいんだよね。そうだよ。名曲出してる人行きたいね。さあ、行こう。オッケー。お願いします。行きます。はい、はい。あ、はい、しっかりつ。お、お、な、な、あ、ハート。待って待って、一回一回いいよ。何しよう。アクアタイムズ。あー、なるほどね。ゴーキは俺、バックナンバー。あー、リオシ君、ワンオクロックさん。うおーい。俺もバックナンバー。うおー。そうか、クリーピーナッツ。うおー。アンジェラアキさん。うおー。もういいよ。これ、あの、クリス・ハードでハート絶対だと思った。あー、申し訳ない。なるほど。でもアンジェラアキも候補になった。それはガチだ。レザートの位置違えし、ハートはここら辺にいるよ。違うよ、クリス・ハート。
失敗ですよ。まあ次行きましょう。オッケー。はい、はい、ママはそらちゃん、ゴーキ頼む。アニメといえばね、はい、長文字のアニメといえばもうあれしかないです。あれしかないよね。えもう終わらせにしちゃっていい。えそれ本当に、うん、オニオン有名アニメから上からどんどんちゃんとやっててみ。オッケー。で、俺が言うからなおさらわかる、うん、そう、これだよ。だよね。ゴーキ、まあちょっとまあお題がずるい部分もあったけど、まあでも正解しちゃう勝ちですからね。ごめんな、それは全然いい。はい、行きましょう。これ有名ですからね。はい、ちょっと動き見えたんだけど、ね、もうちげえ、むかつい。はい、どうぞ、どうぞ。せーの、きらごんぼろる。おがよおがよ。あで、みんなドラゴンボール、うん、うん、え、動きなんだ、きって。きてる罪悪感。え、待って、ドラゴンボール、みんな。いや、俺違ったわ。もちろん、あの、俺クレヨンしんちゃんのガイルのクレヨンヒロシっていう。ガチこいつ。あ、飛ばして、ガチ飛ばして。あの、クレヨンしんちゃんヒロシが、あの、靴下で戦うっていう主題歌いてる。主題歌いてる。主題歌いてる。で、俺は完結した。完結した。すみません、それ、すみません、ほんといいね。うん、終わんないよ。いいってことでしょ。あ、何、お前に関してはねえやつ書くの。え、待って、翔太いいんでしょ、さっき書いたの。クヨンヒロスの歌。翔太もうそろそろ怒っていいぞ。怒っていい。ガチ切れていいぞ。翔太怒んないと、ちゃんとやんないよ。さあ行こう。はい、よしくんもういいよ。よしくん知的だからこそここでもうやっちゃっていいよ。もうさ、お前らに二択のやつまで与えるよ。おお、ふざけつないでいい。おお、うん、もうふざけできないから。いや、マジ、あ、マジいきますよ。日本のお札に描かれてる人。え、もう、え、あ、確かにそれだ。なるほど、二人しかいないよ。そうだよ、だから二択なんだよ。うわ、どっちはどれかってことね。うん、じゃあこちら正解全員でした場合1万円獲得できる。よーし。なんかさ、違う、もうだるいな、こいつ。なんか長いよ、ガチだるいよ、マジで。俺が思ったかったら一瞬で終わるの。1文字ね、そうだよ、終わるけど終わんない。優しじゃないね。オッケーですか、行きましょう。はい、はい、行きます。せーの、ふくぞそう。誰、お前なんかすごすぎない。夏目さんだね。まさかお前、お前リアル間違い。え、間違い。え、あの、ガンジーの顔。し、あ、誰、あ、マツケンさんだ。ガチよ、次大会。おい、おい、安いぞ。おい、危ない。なお、お前ふざけ顔わかんねえな。おい、そうマジうざいして。たぶん、ガチが止まってきたよね。ガチの方なんだよ。ガチで行ったわ。こいつガチだね。マツケンサンバさんって、あの人はマツケンサンバが名前じゃねえから。マツだよね。そうだ、そりゃそうだ。歌の名前だから、マツケンサンバ。一番出るマスケット。リセットじゃん。じゃあ、おい、これわかんないよ。5年後本当にマスケット。もちろん5年後わかんない。なったら豪気が正解だよね。渋沢さんで決まってる。決まってる、決まってる。次の万札いるから。お前なんだ、夏目漱石。1個前なの。お前マジ1個前のせいです。あ、そうなの。ちょっとボケも混ざってたよ。一番恥ずいやつ。ただのバカ。ただのバカでしょ。次行きました。はい、ということで次、はい、有名ブランド。あーい、ここで俺とかゴーキが普通に手一人なんか滑ってるやつがいたのが一番そうだよ。お前はなさっけの夏目漱石は俺らがやって普通に書いてたらお前アウトだって言ってたよ。お前マジでしょ、まあ、ね、分かった。うん、分かった。あと、あんま分かってたのに言わせんの。言っちゃったけど、分かってたのにあんま言わせんの、すぐに。いきます。ルイスヤイン、うん、うわぁ、待って、ルイ・ヴィトンをルイス・ヴィトンって絶対間違えるなって思って。なるほどね。ごめん、行きましょう。さっき俳優さんやったから女優さんです。ユリアンさんはなし。なし。オッケー。それガチ、ガチのやつ。それ選んでもらえただけでマジでかい。俺は本気で。これでさ、終わったらさ、会いに行こうかな。会いに行こう。そんな感じですか。LINE 持ってるか全然。会いに行こう。呼んであげるよ。行きましょう。はい、行きます。は、し、ぶ、と、じ、う、な、よしくん。岡田京子さんがの。岡田京子さんだ。え、じ、岡田京子さん。寺門ジモン。はい、ダメ。お前もやん。しかも寺門ジモンのジモンカタカナだ。
めっちゃこだわるやん。なるお前らマジで。俺レガシーが好きで迷ったんよ。で、LINE 持ってるって言ったから、俺橋本環奈さん LINE 持ってるわけないんや。俺あの、トム・ブラウンさんだって。お前ら芸人だって好きなんですよ。せめて性別は当てて。マジ、いらない赤さを。おい、負け。マジお前らいらない。もうそう言われて、改心した。ガンジーで改心しねえって、俺らで改心するわけねえだろ。トム・ブラウンさんで改心した。さあ、行きましょう。はい、もう直くん行きましょう。行きましょう。終わりです。ディズニーのキャラクターといえば、俺も行きます。俺も行きます。行きましょう。はい、はい、行きます。はい、せーの、み、ちちす、き、の、ま、う、す。うわー、おいしい。キリマウスで揃ってんのに。マジかよ、ふざけんなよ、ゴーキー。どうもよくわかんない。何？ドナルド・ダルド・ダルド・いや、ドナルド・マクドナルド。7文字すぎて誰が選び。わドナルドの噂。ごめんのかい。ゴーキーだけなんだ、ほんと。同業分かってて正直やってるよ、だあ、そうなの。それなんでやばい。そうで、俺はちゃんと今までマジ天然で間違えてるよ。マジで天然だ。天然で感じかばん。名前でお願いします。名前どうじゃなくて作品の名前です。名前ね。オッケーオッケー。はい、もうこれはもう掛け合ったね、みんなね。はい、まあ僕たち野球部ということで思いを込めていきましょう。いきます、せーの、だいこどえけすダイヤのエースじゃない。ダイヤのエースだよね。黒子のバスケ。黒子のバスケ、これでもむずいわ。ちょっとやばいっすね、これちょっとやばいっすね。でも黒子の二択だよね。まあそう。さあみんなもう元気なくなってきたから、ここ最後成功しようぜ。はい、お願いします。ポケモンのアイテムといえば、え、はい、もう一チョイス。そういうことね。え、もうなんかナイスって感じだな。もう一チョイス。普通に遅いよ、書いてるのやばいんじゃない。いや普通にもう最後のありがとうまで書いてる。おっしゃー。はい、いきます。はい、ま、す、た、伸ばし、ぼ、伸ばし、きたー。なに、なに、たけしさん。もうここで終わるんかな、終わらせてくれるんじゃないかって、さすがに。尺的にタケシかー、尺的にタケシかー。めちゃくちゃうめー。せめてアイテムだね。おーい、そうよ、そうだよ。ちょっと言ってること間違いじゃないから。アイテムよ。はい、そう、もうクリアだっただろ。え、いいね。でもいいチャレンジもあるんだよ。どう頼む、もう終わらせてくれ。終わらせよ。主人公の名前とかにして、アニメの、アニメ漫画の主人公の名前。7文字ね。7文字です。で、え、これじゃねえの。きた、あれはだって無理だし。え、うわ、いや、お前らが名字あれを思い出せるのかどうか。いや、怒るべ。俺らの青春だよ。は、え、そっち。多分俺こうじゃってる。そっち、オッケー。青春だよな。青春、それはオッケー。オッケーです。きたショータだよね、これは。ショータだよね、これは。誰かっつったらショータになっちゃうよねって話だよね。うん、リュウさん、リュウさん大丈夫ね。うん、リュウさん大丈夫。なお、お前でもここ大事だよ、なおの位置。ね、これで終われるのなんか嬉しいよね。嬉しい、マジで嬉しい。あの頃に戻ったみたいな。 ね、トム・ブラウンはなしだよ。なしなしなし。ありがとう、みんな。オーケー、行こう。これは前のめりで行こう、マジで。みんな行きます。はい、せーの、え、うん、ど、え、ま、も、キーパーだから翔太ってことね。そういうことね。なるほど、そういうことですよ。俺的には渦巻きナルトとか。そう、全然ナルトって思った。そう、違うんだけど、青春って言ってみんなの共通点だったら、やっぱあの中学校、小学校の時に一緒にやってた稲妻イレブンかなっていうことで。そういうことですよ。まあ、見事ジャスティスさんのまあ、いろいろ苦難、今今日だけでもありましたけど、あ、ね、まあでも素晴らしいゴールできたので、はい、ありがとうございます。まあ、続いてはまあ、トム・ブラウン、みちおさん入れて8人で、うん、8文字いっちゃいます。で、アキラさん入れたんじゃない。アキラさんも入れましょう。お盆でこうやってやったペロッてやるか、みちおさんの時、おーってやったらポロッてなって。まあ、という感じでこれからも
みんなで挑戦して、はい、面白い動画届けていきましょう。はい、はい、この動画面白いと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。さあ、では次の動画バイバーイ。最後まで動画見てくれてありがとう。いやー、721かなり厳しかったです。今度やるときはライくん号機を抜いて、新しくアキラ 100% さんとトム・ブラウン・ニチオさんを入れて7人でやりたいと思います。それでは次の動画でバイバーイ。